ミルクサッカーアカデミー、ミルアカ、井上真でございます。ノーミルク佐藤です。さあ、ちょっともっと楽しむためにということで、先生、今日もいろいろ教えてくださいね、はい。お願いします。今日はこちらですね、ドン台所事情シリーズ、ガイナーレ鳥取よろしくお願いいたします。お願いします。このシリーズもね、北から始まりまして、もうね、最南端まで行ってますけれども、目指してますけれども、鳥取まで来ましたということで、うん、そうなんでございます。カテゴリーを問わずやっております。北からね、うん、そして、いつかい世代&ポジション分布と書いてますが、どのポジションにどんな名前の人が、はい、何歳で何人くらいいるのかというね、うん、そういうことです。そういう台所事情的な話をずっとしてくれるということで、そういうことでございます。冬に向けてのね、遺跡もこの後どうなってんのか、そしてどんな選手が目をつけてんのか、どんな選手が目をつけられてんのか、遺跡するんじゃないかとか、そうなのよ、そんなお話まで今日もね、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。世代交代可能性というのがテーマで先生挙げてくれてるんですか。そうなんですよ。ほうほうほう。やっぱりちょっと今年がね、なかなかこううまくいかなかった、噛み合うことができなかったシーズンだったのかなっていうのもあるんですが、まあ、やっぱりだからこそ来年多分ちょっとね、うん、スッてこうなんかなるんじゃないかなっていうふうに思います。スッと大胆な体格があるかもしれないと。そうなんですよ、はいはいはい、とプラスやっぱりその中でもやっぱデータ成績残してる方々っていうのは、だいぶ他チームからもスカウティングされてしまってるのもあるので、ちょっとうちのチームになんてのもあるか、そうか、なるほどですね。っていうところでまずは見ていきます。はい、わかりました。今日の表こちらでございます、うん、ドンと、はい、出ました。はい、はい。ちょっと隠れちゃってすいません。これずらします。はい。はい、まずはこの表の見方なんですが、はい、上の部分に、直近3年間のデータを載せておりますよと。はい、そして、真ん中の部分が今日のメイン軸になってきまして、うん、ピンクの部分がゴールキーパー、青がセンターバックというふうなカラーリングになっておりますと。うん、で、同じように、水色がサイドバック、ウィングバック系、オレンジが守備的なミッドフィルダー系、そして守備、黄色がオフェンシブなミッドフィルダー系になっており、はいはい、黄緑が、まあ、ウインガーとかサイドアタッカーになって、緑がセンターフォワード、真ん中のフォワードタイプとなっております。はい。そして縦軸は年齢と生まれ年、そしてオリンピック刻みの4年刻み、そして下が移籍、はい、インアウト予想ということで、先生のね、そういうことでございます。お見立てプラス願望妄想で、うん、名探偵みたいなところもありますけれども、はいはい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずゴールキーパーからいきましょう、うんうん、ゴールキーパーは、はい、ずれないんじゃないかなってのはちょっと思うところですね、はいはい、特に。これも田尻さんをね、主力ガッチリ全試合出場ですね、はい。そうなんですよ。うん、で、田尻さんなんか特にね、去年が、現秋田、田中雄大選手に次ぐ、はい、セーブ率とかセーブ数だとか含めると、2番手の成績が去年だったってのはあったんですけど、うん、今年はなかなかこう、失点の割り食ってしまったかなってところもあり、ちょっとさす、来年、リベンジ期したいシーズンにはなってくるんじゃないのかなってところが、ね、はい、はい、ちょっと思うところでは、はい、ありますよと。はい、で、まあ、ここはなんで、この3人いれば別にこう、誰かこう、取ってくるとかっていうのはあんまり必要ないんで。なるほど。まあ、強いて言えば、うん、どこかからレンタルでいわゆる高卒ルーキーぐらいの若手が入ってくるとかあり得るかもしれないけど。はいはいはい。世代のバランスはね、うまいこと取れてますもんね。そうですね。いい感じで分かれてますからね。そうですね。理想的なところですか。次、18、17とかってことでしょ？そうそう、そこら辺だったら分かるなって話ですから。はい、はい、はい、ってことでございます、うん。続いて今度はセンターバック見ていきましょうと。はいはい、まあ、ディフェンダーもね、まあ、30代いませんけど、うん、まあ、20代以下のところでこううまくするんとこなってるな、というところがあり、はいはい、まあ、藤原選手とか鈴木選手あたりにちょっとなんか狙われてもおかしくないかなっていうのはあったりするんですけど、うん、はい、はい。ただその中で実はデータ残してるのが、うん、高卒ルーキー石田選手。はい。なんですよね。はいはい、そうなんだね。もともと彼、市船出身で今年鳥取にやってきたんですけど、はい、去年ね、4中高からフォワード、田口優也選手入ったのと同じように、うん、高卒ルーキーでしっかり出れたっていう。そうっすね。うん、それがちょっと大きいディフェンダーになりましたと。はい、で、今年主にセンターバックながら右サイドバックとかで起用されることも多くて、うん、それがゆえに、現シントトロイデンの橋岡大樹選手じゃないですけど、はいはいはい、うん、真ん中、いわゆるセンターバックもできながら右サイドバックもできるっていう、うん、ってことは3バックの右とかウィングバックまでできるようになっちゃった感じですから、はいはいはい、可変余裕でこなせる選手になっちゃった、うん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 、このタイプはね、そう、今年の移籍のちょっと傾向に乗ってくるんじゃないのかなってところは、うん、はい、ありえそうかなと、ね、はい、いうところでございます、はいはいはい、チームとしてはいてほしいよね。そうですね、ここで育ってほしいよね、うん、そうなんですよね、はい、続いて今度は水色のとこも踏まえていきましょう、はい、まあこれ例年言ってますけど、うん、魚里選手が狙われてないわけがない。そうですよね。まあ、彼ほどのアタッカー、
うん、後ろも前もできる人、うん、そりゃみんな欲しいよ ね。で、ただ実は、今年の途中までは、はい、このチームで最もデータ残してる選手は、違かったんですよ、ね。はい、はい。安藤選手だったんですよ。ほう。魚津選手の、まあ、反対側ですね。右サイド側やる。はい、はい、はい。だったんですが、うん、6月にお怪我をしてしまったのかと。ね、はい。で、結局、鳥取としても、この安藤選手が、お怪我したあたりから、ちょっとズルズルってことが起こってしまったのもあったので、だもしかすると、ちょっと、両翼、鳥取としては、なんかこう、うまくバランス、こう、兼ね備えていたところが、ちょっと崩れたことによって、やっぱ、全体的に、こう、アンバランスになってしまった可能性が高いのかな、というのはあったのかな。なんで、試合見てても途中ね、この秋から、また話しますけど、ウィングに小田垣選手入ってきたりだとかして、やっぱ攻守のなんか全体バランスが良くなってる試合ってやっぱ勝ってるなっていうのありますので、うん、まあ、そういうチームなんだろうなってことが改めて思っているところではございます、うん、はい、ただそんなね魚里選手がもし狙われるっていう風になったら、うん、こんな人いいんじゃないかねっていうのが、うん、やっぱほら、まず、魚里選手とかのセレッソ、そうですね、鳥取ってなんかガンバセレッソから来る率が高い、はいはい、うん、今ジュビロ、あ、今相模原か行ってる船木選手とかちょっとありえるんじゃないのかなっていう推理をね、先生が匂っちゃってるわけね。 G1G2 でなかなか出れてないっていうのはあるんですけど、うんうん、G3 だったらもう間違いない成績残してきてる選手ですから、うん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 、仮に魚里移籍なのであればっていうのはあるかもしれません。ここで成長すべくやってくる可能性がある、そうですね、うん、はい、続いて今度ボランチでございます、はい、ボランチなんですが、今年 J3 で僕最も伸びた選手がこの中にいるなと思って。せせ選手。せせ選手、はい。はい。もともとね、カブ出身の選手でもありますけど、うんうん、今年もともとは、なんかプランニングの一つでも、川崎からやってきた、レンタルでやってきた原田選手が、スタメン取るんじゃないかなんてこと思われてたんですが、うんうん、せせ選手、はい、まあ、左利きのボランチになりますけど、はいはい、なんか、見てる限りですけど、うん、鳥取の遠藤やっとさんだなっていう。おー、そんな風体を今ね。そうなんですよね。醸し出してるわけですか。何がすごいって、パスでスペース作るんですよ。はぁ。っていうのも、これ、遠藤選手なんかもそうなんですけど、うん、一見無駄と思われるようなパスを送るんですよ。はい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 、右斜め前に一回とか、うん、次今度左斜め前に一回とか。うん、それやることによって、自らのほら、チームの選手と同じチームの選手たちの立ち位置がちょっとずれるじゃないですか。はいはいはい。うん、すると、敵チームも、ずれたわけだから、スッとこう、うんうん、マークのためにずれてくる。はい。すると、せせ選手が2、3本パスを送っただけで、なんか、1個ラインができるんですよ。へぇー。って思って。なるほどね、コンタクター。うん、でこのあたりが、鳥取のせせ選手とか、あと、福島の鎌田選手、うん、あたりがちょっと上手すぎるなってのがあるので、どれぐらいのチームの皆さんがこう目つけてるか分かんないんですけど、はい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 、なんだろう。いや、夏から完全にレギュラー取っちゃいましたもんね。そうなんですよ。なんか掴んだんだと思うんですよね。だから。はいはいはい。だから、なんだろう。普段 G3 見てらっしゃる方だったら、うん、あいつなんだみたいな感じになってると思うので、多分もう、まあ、移籍するかどうかは分からないですけど、はい、お声がかかっても、まあ、分からなかねえなっていう選手ですね。ははで、これ皆さん実は収録してるのが11月5日です。15時頃撮ってるんですけど、はい、これね、実は収録日に一人加入者が出まして。あ、鳥取に。はい、朝鮮大学校からのムン・インジュ選手。ほう。フォワードの加入が、ボランチなんですけど、はいはいはい、決まりまして、ボールコントロールに長けた中盤の選手なんですよ。はい、うわ、ということは誰かの抜けるのは可能性あるのかなってちょっと思っちゃったんですね、より、うん。なるほどな。遺跡探偵はそういうとこすぐ嗅ぎますからね。ありがとうございます。ちなみに、あんま関係ないかもしれないですけど、せせ選手の朝鮮大学校ってことは、高校時代が東京朝鮮学校せせ選手はあと、ムン・インジュ選手。ムン・インジュ選手、はい。はい。がいて、実は、高校の時にはセンターバック、小山選手なんかも、東京成立学園かな、うんうんうん、にいたってところがあって、はい、多分、戦ってたりするんですよね。ほうほうほうなんていうプチ情報。だから、高校時代から知り得る二人が、まさかの鳥取の地で再会みたいな形になるよと。はい、はい、はい。はい。という。ちなみに、また関係ないですけど、今治に、リャン・ヒョンジュ選手ってフォワードが今年入ったんですけど、うんはい、とは、このムン・インジュ選手なんで、高校時代の先輩後輩ということになります。そうですか。はい。ちなみに、な補足情報でございます。ありがとうございます。はい。
あとは、この真ん中の部分に矢印、右矢印入ってる選手たちいるんですけど、はい、多分ね、来年も僕延長でいるんじゃないかなと思ってて。はいはい、レンタル加入。杉井選手とか、横川、はい、原田、秋山、新井、うん、ってのは結構そのままいてくれるんじゃないかなと思うので、移籍インってのがあんまりないかもしれないけど、いわゆるそもそも、なんだろう、延長ってなれば、ある意味ね、また再加入みたいなもんですから、うん、そういう人が多くて、今年のリベンジを来年期してくれるんじゃないかなと、うん。ちょっと横並び感ありますもんね、出場回数で。そうなんですよ。ね、そうなんです、うん。特に東京世代組がね、だんだんちょっとポジションとか得てきてるかなってのがありますので、はい、ちょっとそこら辺に注目していきたいなって。競争ができてるんじゃないですかね。そうですね、あるんじゃないかなと思います。はい、で、あとは唯一言えば、はい、今年、その、まあ、安藤選手だったり、新井選手とかもそうでしたけど、うん、すげえ大事なタイミングで怪我人がいて、はい、そのバランス変えてしまったっていうのがあったんですよ。うんうん、なんで、そこだけもうちょいの補強があるかなと思ってるんですが、はい、ここをちょっと私、押したいのがいて、はい、まあ、右ウイングのところにね、まあ、小田垣選手が入ってきた。うんうん、まあ、特にね、ガンバの下部組織出身の男が、ドイツ経て帰ってきたって感じでしたけど、はいはい、セレッソから一人あり得るんじゃないかなと思っていて、新井春樹選手、はあ、実は彼はちょっと面白い経歴なんですよ、マーさん。ウイングアタッカーとして、抜群の能力を持ってる方なんですけど、うん、はい、夏まで、はい、工務店の社員です。ティアも枚方から来ました。はあ、そうですか。そう、だから JFL から、なるほどね、いきなり J1 行ったんですよ。はいはい、すごい。23歳。そうなんですよ。だから、工務店社員から約1週間で急に、はい、プロサッカー選手みたいな感じになった。これはすごい、本当だ。すごいことが起こったんですよ。ただ、その後に大問題が発生するんですね。うん、はい、犬井さん来ちゃった。まあまあ、そうか。はいはいはい、さらに、それだけならまだ良かったんですよ。うんうん、だってね、ほら、ターンオーバーとかもあったから出られる機会あったんですけど、今そうなんですよ。セレッソに今の誠しやかに囁かれてる噂が一つあるんです。外、は、に、い、皆さんもご存知でしょうか、はい、今のギリシャパオックというチームにいる。わあ、新地香川選手。が来ようとしてる可能性があるんですよね。だ新井選手もいい選手なら間違いないんだけど、うんうん、まず乾香川ってなってくると、ちょっとそもそもどういうことって話になっちゃうので、そうなってくるとっていう時に鳥取合うんじゃないかというお見立て。そうですね。そうすると小田垣新井の両ウィングアタッカーでもう相手チンチンにすることができるんじゃないかなと思うので、二人でだからまあ来年ね試合数何試合になるか分かんないけど、二人で15アシストとか全然いけるんじゃないかなっていう、そんなレベルじゃないかなと思っております。はい。はい。そして一番最後は右のところですね。一番右のところ見ていきましょうと。はい、ここね、緑の部分、フォワード見ていきたいんですが、はい、まず狙われてるかなっていうか、狙われてそりゃそうだっていうのが、うん、まあそりゃ田口選手。うん、まあ、今年はちょっとね、得点のペースを落としちゃいましたけど、まあスタメンの頻度とかがね、落ちたのもありましたが、うん、ただやっぱり去年の段階でね、いわゆる2桁クラス、行ってる選手でもありますので、うんうんうん、狙われないってことはちょっとないかもしれないなって、うん、若いし、まあいわゆる第二のレオナルド感もちょっとありますよね。はいはいはい、あり得るんじゃないのかなと思っています、うん、ただもうすごいのが新しく高卒の相手で高尾選手ってのを取っていて、うん、もう高尾選手がもうそうなんですけど、ちょっと田口さん味あるような感じでもあるんですよ。だもしかしたらなんか、はい、なんだろう、高校時代こう全国大会とかそんなに行ってるわけじゃないかもしれないけれども、うん、荒削りながらもこう前までこう向かっていけるフォワードだっていうところがあるから、はい、そういう面から取った可能性はあるんじゃないのかなと、うんうんうん、あとさっきの新井選手ウイングのところでもし取れなかった場合で合いそうなのが今 FC 岐阜にいる相原選手。ほう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 、彼も今年ちょっと今試行する戦術の違いからってところでちょっと出場頻度落としてるところはあるんですけど、はい、やっぱり鳥取ってもともと攻撃的なチームだってところもあるの で、ね、はい、なんでやっぱね、ウイングでもできる、真ん中でもできる、ウイングバックでもできるってところもありますから、うん、彼をちょっと据えてみるっていうのもちょっと面白そうな感じはあります、ね、と。あとはね、このチームフォワードでいったら純正ストライカー型の谷尾選手とか、いわゆるフォルスナインと呼ばれるね、偽9番的なこともできる石川さん、うん、あとはちょっと下がり目にもできるし、ちょっとサイドに流れることもできるし、なんかワンタッチでポンって決めることもできる大久保選手というのもいますので、はい、これもやっぱオフェンスのところ来年も大注目のトットになるんじゃないのかなと思っております、わかりました。以上でございました、はい、ありがとうございました。先生ありがとうございました。
ということで、見るワッカー、見るサッカー、カーリミサッカーも楽しく、見ようということでございまして、毎日やっておりますので、ぜひ、チャンネル登録、並びにグッドボタンで応援していただけるとモチベーションになりますので、お願いします。ということで、井上まあ、でございました。ノーミルクサッカーでした。ありがとうございました。皆さん、先生、ありがとうございました。それでは。